続いては羽鳥さんの週刊人物大辞典です、はい、週刊人物大辞典。さあ、番組が今週注目したした方をご紹介します。週刊人物大辞典です。お二方ですが、まずこちらの方はですね、上野動物園のパンダ、オスのリーリーと、メスのシンシンの写真をおよそ600日毎日撮り続けている高氏貴博さんです。これ飯田さんご存知、ね、ブログよく見る人はかなり有名だという、パンダブログの、パンダブログ高氏さんです。はい、さあ、そしてもうお一方はですね、津軽三味線演奏家の羽生美沙夫さんです。女性で初めて津軽三味線日本一決定戦で優勝しました。圧巻の演奏をご覧いただきたいと思います。はい、さあ、では続いてこちらの方ご紹介します。はい、津軽三味線の演奏家の羽生美沙夫さんです。先月ですね、もう本場の青森で行われました津軽三味線日本一決定戦、大会で初めての女性優勝者となったのがこの羽生さんです。日本一を記念したライブを開催することが今週決まっています。全米デビューも実は果たしているというですね、このテクニックを早速ご覧ください。超絶的な早弾きとダイナミックな演奏スタイルで今注目を浴びている津軽三味線演奏家羽生美沙夫さん、おととい黙々と練習に打ち込んでいた。彼女は先月津軽三味線の本場青森で行われた全国大会で並み居る強豪を抑え優勝。すごいですね。日本一になりました、羽生美沙夫さんです。女性の日本一っていうのが羽生さん初めてですよ。やった女性として初めて全国大会優勝という快挙を成し遂げた羽生美沙夫さん、彼女は一体どのような人物なのか。すごい激しいですね。あ、そうですね、打楽器的要素が入ってる津軽三味線はやっぱり激しいですね。はい、すごい右腕がすごいしっかりと。あ、そうなんですよね、これちょっとすごいたくましい腕で筋肉もモリモリくんなんです。長唄とかは、まあ、つまびいてるって言ったらいいと思うんですけども、津軽三味線は叩いてるんです ね、 打楽器ですよね。もう一定の範囲内で弦を弾くように弾く長唄、一方津軽三味線は広い範囲を使ってバチを叩きつけるように弾く、力強く速いテンポで演奏するのが特徴だ。現在演奏活動の傍ら津軽三味線の指導もしている美沙夫さん、友人の職人さんは、表現力は豊かなものだと思いますよ。繊細な部分と力強い部分のバランスがいいんじゃないでしょうかね。練習、指導と毎日三味線漬けの生活だという。しかしこんなにこう本格的にやるっていうのは自分の人生の計画外だったんですね実は。美沙夫さんが津軽三味線を始めたのは5歳の頃だ。津軽三味線の存在を父が知っていて、で初代の高橋竹山さんが初めて出したアルバムだと思うんですけども、それを聞いてジョンガラ節を弾きたいって言って、戦後津軽三味線の魅力を国内外に発信した功績で知られる名人初代高橋竹山の演奏にすっかり魅了され、津軽三味線に没頭。本当に嬉しいような、ワクワクするような、楽しいような、悲しいような、苦しいような、どれも当てはまらない。当時は友達がピンクレディ踊っている時に私はジョンガラ節かけて友達が雲の子を散らすように去っているっていうのを覚えてるんですけど子供の頃から津軽三味線の名手として注目されるようになり、数々の大会を総なめ。学生時代には民謡の専門誌に特集記事も組まれた。しかし大学卒業後はレコード会社に就職し、演奏活動は引退、三味線を触ることも少なくなっていた。だが2004年、彼女に大きな転機が訪れたのである。
自分でやるべきことなんだったら自分で制限するのはやめようって思ったんですね。赤く染めた髪で超絶的な早弾きの三味線演奏が復活。それは津軽三味線の将来を見据えた彼女の使命感だった。一度は引退した羽生美沙央さんを再び津軽三味線の世界へと導く転機が訪れた。まあ面白いものもあるんだな、機会いただいたわけだからじゃあやってみようかなと。2004年、美沙央さんはあるバンドからの誘いを受けたのだ。そして津軽三味線はバンドにハマった。美沙央さんは本格的に津軽三味線の演奏活動を再開させ、伝統的な津軽三味線の大会にも出場するように。彼女は言う。三味線の良さを本当にこう伝えたいっていうのがますます大きくなってますね。皆さんがやっぱ聞いてもらえる形に出さないと、まずこう間口を広げないと、その奥にも入ってもらうきっかけがないなっていうところで、そういう意味でもこのバンドに出会えたっていうのはすごく幸せだなと思ってます。伝統的な津軽三味線の奏者、そしてバンドメンバーとして羽生美沙央さんはこれからも三味線を弾く。そうですね、もう弾くんじゃなくて叩く、打楽器と言ってもいいぐらいじゃないかというね、かなりの力強さですけれども、飯田さんどうですか、迫力のあるこの演奏は。そう、羽生さん結構洋風の音楽にも乗るんじゃないかと思うんですよね。だからもっとまあ、もちろん日本の曲とか日本の文化の中の三味線っていうのを超えて、純粋に楽器としての三味線っていうのも面白いのかなと思わせる。うん、そうですね。ねえ、タムちゃん、右腕のこの筋肉の部分も見ても分かると、相当の力を必要とする力強さが感じられる。そうでしょうね。もう絶対普通だと腱鞘炎になるようなぐらいね。そうですよね。バン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 叩くというような感じですけど、ね、それその広げようということで、この梶木さん、そのバンドとのこの融合っていう、この、まあ、それに目をつけたバンドの人たちもすごいなと思いますけれども、この広げ方っていうのもいいですよ ね。やっぱり伝統芸能でということで、その出口がやっぱり狭かったんでしょうね。それをやっぱりこのバンドとコラボすることによって広げるっていう発想はやっぱ彼女の発想だと思うんで、ただ弾くだけではないっていうことですよね、才能はね。はい、でまあ、見た目もね、こうやってちょっと、まあ、和風とは違ったこの、ね、髪の毛のいるものを変えたりなんかしてね、こうバンド活動をするんですけれども、そのなんでそういうふうに理由があるかというと、こちらですね、日本の文化は素晴らしい、もっと日本人自身が気づいて誇りを持ってほしい、やっぱりその津軽三味線の素晴らしさを広めたい、特に若い人に広めたいから、まああいうコラボレーションして、ああいう髪の毛の色をして、まあ、その和風で津軽三味線ですっていうんじゃなくて、こうとっつきやすくするっていうところも一つこの羽生さんが考えてらっしゃるところなんですけども、で吉永さん、さっき一輝さんも言いましたけど、やっぱ伝統文化を守りながらも広めていかなきゃいけないっていうところで、こういうやり方も一つ羽生さんが考えたところもあるのかなと思いますけどもね。伝統文化ってやっぱりこう守るだけではないと思うんですよ。その先細っていっちゃったらね、残念ながら伝わらないですから。時代の中に生きていかなければ、そうですね、伝統って重ねていかれないわけだから、そういう意味でね、やっぱりこういろんな人にアピールしていく。でもやっぱりね、こう力強さがあるんだけど、その力強さの中にやっぱりこの津軽のその厳しさとか、人のこの哀愁とか、そういったものがこう残るんですよね。これをやっぱり感じ取れるんですよね。日本、それは日本人なんだなって思いますし、でもまたその外国の人はまた全然違う印象でこれを受け取るかもしれないっていうね、面白いですよね。歌舞伎もね、勘三郎さんがやっぱり若い子たちに取り入れられるようにって言って、いろいろ変化させていったじゃないですか。でもちゃんとその継承されてきてるものは残してる。で、そうです。僕は三味線のことは分かりませんけども、なんとなくじゃっていうか、その
ちゃんと三味線の伝統的な部分は多分残ってると思うんですよ、ね、しっかり基本というかその筋は通しつつも広げているっていう、うん、やっぱ僕彼女のね今演奏を聞いててなんかこうその大間で取れるマグロのなんかこう格闘してて、うん、なるほど、その後ちゃんと寿司屋に出てくる大トロまでイメージできるもん俺は。それはね大トロまで最高の褒め言葉か、うん、できちゃうな俺は。変化どっちかですね。ちょっと静かな部分はこう青森のホタテ。あ、なるほど。それをこうちょっとバターつけて塩焼きにして食べちゃうっていうところまでできちゃうな。ここまで想像させるのはなかなかないですよ。はい、日本一を受賞した記念ライブがですね、8月の24日に行われます。はい、ぜひね、もし行ける方はね、生で迫力のあるこの打楽器と言ってもいいですね、津軽三味線のね、羽生さんの演奏を聞いてみてはいかがでしょうか。津軽三味線演奏家羽生美佐夫さん、ご紹介しました。以上週刊人物大辞典でした。